大瀬観光屋菜は、栃木県羽賀郡茂手木町大瀬17番地にある観光屋菜である、有限会社大瀬観光屋菜が運営する。2019年10月の水害前は、栃木県内外から年間5万人ほどの観光客が訪れ、茂手木町の観光の目玉となっていた。食堂は年中営業している。中川を見ながら、鮎、うなぎなどの皮お料理が味わえる。 11月中旬から5月上旬までは、柿小屋と称し、宮城県の奥松島から直送された柿を使った柿料理を味わうこともできる。水害前は大瀬橋のすぐ上流側の中川に屋根が設置されていた。屋根は7月から10月末日までの設置であった。屋根シーズンの終わりに近づいた2019年10月、東日本を台風19号が襲った。 台風のもたらした大雨により中川が増水し13日未明大瀬観光屋なの3棟の建物が濁流に飲まれた2階建ての食堂棟は鉄骨を残し全壊したロバダ焼き棟は流出した社長によれば被害額は約8000万円であったこれにより大瀬観光屋なは長期の休業を余儀なくされた2020年 鉄塔の2階に客席を整備し、6月1日、仮営業を開始した。引き続き、旧食堂棟跡地に新食堂棟の建設を開始した。新食堂棟は鉄骨で高い式かとし、地面から約3.5メートルの高さに144席の食堂と厨房等を設置した。2019年は約5メートルまで浸水しており、社長はもっと高くしたかったが、 やむを得ずこの高さとなった。車椅子で登れるように、新食堂棟の出入り口には、長大なスロープを設置した。建設費は、公的助成が得られなかったため、自社で手当てした。新食堂棟の完成により、10月19日、約1年ぶりに営業を再開した。2020年のシーズンは、屋根の設置を見送った。今後は、ロバタ焼き胸の再建。 2021年のシーズンでの完全復活を目指す。大瀬観光屋なの隣には、モテギ町営の宿泊研修施設、ふるさとセンターモテギがあったが、大瀬観光屋穴と同時に水害に遭い、廃止、解体された。ありがとうございます。